皆さんこんにちは、吉村美穂と申します。私はクリスチャンシンガーとして現在、歌を持って神様の愛を伝えるという働きをさせていただいています。その前はオーストリアのウィーンという町で、オペラ座の仕事、また、大聖堂のカトリックのミサで歌う、そんなお仕事をしていました。本当にウィーンでの生活は、とても演奏家にとって良い経験ができることがいっぱいありました。でも世界中から素晴らしい音楽家が、やってくる、その音楽の都ウィーンにおいて、私は自分とその周りの人を比べて落ち込んでばかりいました。どうして私はあの人たちみたいにうまく歌えないんだろう。その時は人の評価を求めて歌っていたので、100人いれば100通りある人の評価に惑わされて、大好きで始めたはずの歌なのに全然心に平安がなくなってしまいました。でもそうではなくて、何千年も前に聖書に書かれ、そしてこれからも永遠に変わらない神様の価値観、それとともに私は歌っていきたい、歩んでいきたいという思いを与えられました。そうなった時に初めて私の声や心が自由になりました。自分を縛っていたものは実は自分自身だったっていうことが本当にその時分かったんです。私自身は本当に小さな小さな存在ですけれども、でも私にしか歌えない歌も神様は与えてくださったと思っています。これからも神様とステップを合わせて歩んでいけたらいいなと思っています。次の曲はほら君のためにという、とても軽快な曲です。今日も素敵なピアノを弾いてくれている野田恒義さんが作詞作曲してくれました。皆さんも楽しんでお聴きください。最近あなたはとてもイライラしてる。いろんな出来事振り回されてるのね。
見上げてごらんよ、温かい眼差しを。あなたの気持ちは全てご存知だから、誰にでも山や谷があるから、そう今近づくと十字架の愛見てごらんなさい。ほら、君のために命捧げた。ほら、心込めてイエスを称えよ。大きな愛が注がれるから、ご機嫌できないことだっても、あなたと私が共に祈り合うとき、どんなことでも聞いてくださるんだよ。誰にでも山や谷があるから、さあ今イエス様と共に、ほら十字架の愛見てごらんなさい。ほら、君のために命さ、イエス様の十字架と復活を思うときに、本当に私たち一人一人の人間の罪をあがなうために尊い命を捧げてくださった、その素晴らしいイエス様の愛を思うことができます。そのイエス様が十字架にまさにつこうとしているときの様子はどんなだったでしょうか。イエス様のお母さんマリアさんは本当に胸が張り裂けんばかりの悲しみだったと思います。そこら辺の、人間模様っていうのはあまり聖書には出てきませんけれども、でもその、聖書の時代も私たちと同じ感情を持って愛しく育て上げた我が子がまさに今死のうとしている、人々にあざけられ罵られてひどい目に遭おうとしている、そんな時の母マリアの気持ちを歌った歌、マリアの歌、そして続きましてイエス様が死に打ち勝って復活してくださった喜びを歌う、なんという朝、2曲続けてお聴きください。これが我が子ですか、手塩にかけて育てたのになぜあなたは憎むのか、あなた方をこの子が
しめましたか。いいえ、苦しみではなく愛し続けたでしょう。この子は我が子です。何もかも知っている。愛しい子、なぜあなたは憎むのか。どうすればいいのでしょう。こんなことが起こるなんて、むごいことを。私が身代わりになるわ。痛みを和らげられるなら。でもこの子を見ればわかるわ。身代わりではダメなこと。この子は我が子です。手塩にかけて育てた子は今十字架の十字架の上、息を引き取られた瞬、光も消えて、すべては闇の中。その日の朝、マグダラのマリアは空聞こえる
クリスチャンシンガーとして、いろんなところに行かせていただくようになりました。教会や幼稚園、老人ホーム、また少年院、そんなような普段行けないようなところにも行かせていただく機会が増えました。ある時、刑務所に服役されている方からお手紙をいただきました。私は会ったことはありませんけれども、どこかでその人は私のことを知ってくれたんです。そのお手紙の中には、そのクリスチャンのお友達がいて、刑務所の中に聖書を差し入れたり、神様の御言葉を、送ったりしてくださっていたそうです。でもそのクリスチャンのお友達は東日本大震災の津波で亡くなってしまいました。そしてその服役している人はとっても悩んだんですね。クリスチャンでとってもいいお友達が死んで、罪を犯している自分がなぜ生き残ったんだろう。そんな悩みを持っていく中で、でもそのお友達がずっと言ってくれていた聖書の言葉、神様の言葉をもっと知りたいという気持ちになりました。そして私と何度か文通を重ねるうちに、いつか刑務所を出ることができたら牧師になりたい、そういう思いも与えられました。私たちは災害や本当に人間の力の及ばないことが起こると、どうしてこんなことが起こるんだろうってとても苦しみ悲しみますけれども、でもそんな中でも神様の愛が一人一人に注がれ、ちゃんと神様の計画がなされているんだと私はその人から学びました。私たちは一人一人本当に神様に愛されています。そして神様の愛をまだ知らない、そんな人たちのところに自分から出て行って愛を伝えていきたいと思っています。そんな思いを込めて作りました。最後の曲ですけれども、小さな光という曲をお聴きください。この世はあなたの作られたもので満ちてる、一つとして同じものはない。あまりに小さくて人は気にも留めないけど、私のこの光は神様、あなたがくださった私